はい、こんにちは。スタジオ K のモテキです。今回はですね、バタフライで50メートルを、まあ、楽にというよりも比較的楽に。すごく楽なわけじゃないです。もちろんスピードが上がるので、ちょっと息が上がったり少し疲れるんですが、その中でも比較的楽に50メートルバタフライを32秒で泳いでいく泳ぎ方。これについて紹介してみたいと思います。で、今回もこの4つのポイントから、50メートルを比較的楽に32秒くらいで泳ぐ方法っていうのを紹介していこうと思うんですが、まあ、あくまで32秒っていうのは僕のこの体、この、例えば筋肉量とか、この体の柔軟性とか、あとは単純にこの筋肉じゃなくて、体幹部分で生み出した力をこう末端にファーンって伝えていくみたいな、そういう体の中に力をこう通していく感覚、それのこう器用さみたいな、そういうものがある僕の場合、まあ大体32秒ぐらいな感じなので、まあ見ていただいている皆さんのその体の柔軟性とか筋肉量とか、もしくはその筋肉量というよりも、そのいかに体の中心部分が生み出したエネルギーを末端に伝えていって、最終的に水に対して出力していくかみたいな、その方法の上手さ、うまさみたいな、それによってまあもちろん変わってきてしまうんですが、まあそんな中でもこの4つのポイントを気をつけて泳いでもらえると、比較的バタフライでスピード上げやすい、上げやすいけどすごいめちゃくちゃ疲れる感じにはならないですよっていうポイント、これを紹介してみたいと思います。早速僕がバタフライで泳いでる動画をまず見てもらって、その後この4つに関しては説明していきたいと思います。はい、スタートしてですね、ドルフィンをまずは打っていきます。このドルフィン打つのも結構大事で、浮き上がってすぐ描いちゃうとなかなかこうスピード上がりにくいです。で、結構テンポ早いですよね。割とこういっぱい描いてるように見えるんですが、行きの25メートルは6ストローク、手のかき6回で泳いでます。帰りもドルフィンして、で、帰りはテンポ7回でやってます。呼吸はだいたい3回に1回ぐらいな感じですかね。それぐらいの感じで泳いでます。はい、あんな感じで泳いでます。で、今の泳ぎ終わってすごい疲れたっていう感じじゃなくて、あのままのテンポで200メートルぐらいは泳げるかなっていう余力を持った状態での50メートルなので、全力であれではないです。全力にするとまたあれから泳ぎがちょっと変わってきます。ただ今回紹介したいのは、その全力の泳ぎじゃなくて、全力の一歩二歩手前ぐらいな感じの泳ぎ方、それを紹介したい感じなので、まあ前回あのこの動画の一本前に50メートルクロールを楽にこう33秒とか4秒ぐらいで泳ぐって動画やったんですが、その中で EN2 っていうものを紹介してるんですが、今回のこのバタフライも EN2 か EN3 手前ぐらいな感じ、それぐらいの感じで、全力ではないけどスピードはそこそこ出ているバタフライの紹介になります。ではまず最初にストローク数、手をかく数ですね、とあとはこのテンポ、要は回転のことです。これについて説明していこうと思うんですが、あの動画の中でも言ったように、僕は 50m 行きの 25m はストローク数は6回で行ってます。それは壁蹴った勢いがあって、それをドルフィンでそこそこ距離を稼いでるので6回で行ってます。もちろんドルフィンを3回しか打たないとしたら、この6回じゃなくて多分7回か8回ぐらい手をかく形になると思います。この辺はドルフィンキックをいかにうまく打てるかっていうところにも関係してくるので、ドルフィンキックについてちょっとこう知りたいとか練習したい人は、ドルフィンキックについて紹介している動画もあるので、それも下の概要欄に貼っておくので、もしよかったらそれを見てドルフィンの練習もしてもらって、で、ドルフィンを打った状態で浮き上がって、まず結構このテンポは上げ目でいっています。で、テンポを上げるために大事なのは、力まないっていうこと、押し込まないっていうことですね。力を入れてグッてしっかり押し込むと、押し込んだ形で一瞬止まるので、こういうところで一回一回動きが止まる時間ができちゃう。この止まる時間ができると早く回そうと思っても回らないんですよ。なので泳いでる時に力を入れてグンって押す、押して進むんだっていう意識をなくしてください。それよりもむしろ押さないで、こう力抜いたまんま、ふわ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 って回転を上げていく、
要はこのテンポですね、回転。このテンポを上げていこうっていうふうに思って、水を押して前に進むぞ。もしくは蹴って前に進むぞっていう感じをできるだけ少なくしていくと、ストローク数もしくはテンポが上がっていきます。で、テンポが上がるとスピードも上がるので、強く押したから早く前に進むのではなくて、強く押す必要はなくて、テンポ、回転を上げていく。そういう意識で泳いだ方が早く泳げます。ただ、これでテンポばっかり上がっちゃって、前に体重乗せないでテンポだけ上げると、本当にこう、歯車が空回りするような感じになっちゃって進まなくなるので、テンポ上げた後頭突っ込む。で、すぐ手をかいてテンポ上げて頭突っ込むっていう風にやっていくと、テンポが上がったことがちゃんとスピードに反映されてきます。で、それに関しては最後4番目、呼吸と頭の位置に関して、最後体重を乗せることについても話そうと思ってるんですが、まず第1番目では、押して進むのではなくて、押さなくていいから回転を上げていく。そういう感じで泳いでもらえるといいと思います。そして次2番目。入水とキャッチですね。手が入った後に入ってすぐ書かない。テンポを上げると結構入ってすぐ書くになりやすいんですが、入った後手についた泡を切ってから手を書くようにしてください。この泡を切るのがキャッチにもつながります。手が入水すると泡をこうブチャブチャブチャっとこう泡がついた状態で水の中に入ります。このまま書くとですね、水を素手で触ってるのではなくて、水と手の間に泡というその一個膜を挟んで水を押す感じになっちゃうので、水が感じられない。で、水に対して適切に手でこう捕まえていく、要はキャッチ、水をこうキャッチしていく感じがなくなっちゃうので、入ったら伸びて、ちょっと伸びると手についた泡が切れます。切れた後にちゃんと手で水を掴んでる感覚。泡が間にあるんじゃなくて、泡を切って素手で水を触る感覚があって、かけるようにしていかないと、テンポを上げてもうまくいかないので、テンポは上げるんですが、入った後、泡を切ってからかく。早く回して泡切ってからかく。また泡切ってからかく。そういう風にして泳いでいけると、スピードが上がります。で、実はこれ、1番と2番に関してはですね、クロールと一緒なんですよ。クロールもこの2つを気をつけて泳ぐと結構スピード上がります。で、3番目、フィニッシュですね。これは結構バタフライ特有なんですが、手をかいた後、手を抜いていく動き、水の上に抜いていく動き、これがフィニッシュになるんですが、クロールの場合はフィニッシュに、この体のローリングを使えるので手が抜きやすいです。ところがバタフライの場合はローリングが使えないので結構手が抜きにくいんですよ。水の上に抜けない。ここでもたついてると体が沈んできちゃって手が水の上に出なくてザーってなっちゃったりして全然スピードが上がらないってことになっちゃうので手をかいた後いかにフィニッシュするか肩甲骨を寄せるこの動きが結構大事になります。まあ動きがわかりやすいようにちょっと上脱いでみたんですがこの肩甲骨右と左の肩甲骨同士を合わせます。そうすると肘が背中の方にこう行きます。肩甲骨同士を寄せていくことで肘が背中に行く。そうすると肘が水の上にまず出ていきます。その後にポンって手をこう放り投げる感じにしていくと手が水の上にスムーズに出ます。これがですね、肩甲骨同士がこう寄る動き、この動きですね。これがない状態で抜くと手が上に上がりにくいんですよ。上がりにくくて水の中をザーって擦っちゃって手が出ないとかフィニッシュがうまくいかないってなるので肩甲骨同士を寄せていくと、その肘が上がった直後にはパーンと手が前にこう、放り投げられている状態。で、放り投げた後、指先についた泡を切って伸びて、またこう来てパーン、こう寄せて、ここ寄せてからパーン、ここ寄せてからパーンっていう動き。これをこう、パッ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 パって繰り返していくと、すごくスピードが上がります。なので、フィニッシュで大事なのは、肘を先に水の上に抜いていく。腕全体を水の上に出そうとすると遅いんですよね。長いものを動かすのって時間かかるので、半径半分にして、半分のものをパッて水の上に出そうとするとすぐ出ます。でも、これも腕の力でこう出す、三角筋の筋力とかで出すのではなくて、三角筋のさらに根元、付け根になっている肩甲骨同士が寄っていく動き、肩甲骨の内転というんですが、内転の動きによって肘を水の上にパッて素早く出す。出した直後には
この曲がった肘がパーンって伸びて、伸びるエネルギーもその手を前にこう運んでいくエネルギーに合わさって抜いてパーンって伸びることで遠心力で体が前に行くみたいな、そういう感じにするとすごくスピードが乗りやすくなります。ただこの3番目に関してはですね、この理屈が分かっても実際に体をそういう風に動かすっていうの結構難しいので、まあ、分からない方はうちのスタジオに来ていただければその辺はパーソナルマンツーマンでお伝えできます。でまあ宣伝になっちゃうんですが、チャンネルのメンバーシップとかに入っていただくと、この辺の放り投げる感覚とかを自宅でも練習できるようなこうやり方とか、力を抜いていくことによって、むしろ腕に余計な力が入ってない方がパーンってこう手を飛ばすみたいなのができるので、そういった練習方法を紹介している動画とかも見られるようになります。なので、まあこのフィニッシュのこの形、まず肩甲骨寄せる動き、これ苦手な人が結構多いので、陸でこうスッ肩甲骨を寄せるっていう練習を何回かやって、この辺ですね、肩甲骨を寄せる意識を高めた状態でバタフライを泳いでいくと結構フィニッシュがうまくいきやすくなります。そして最後4番目、呼吸と頭の位置、これですね。1番目のこのストローク数、ストロークのことで説明した時にも言ったんですが、顔が上がったままでこういう風にテンポを上げちゃうと歯車が噛み合わないで回転がぐん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 上がっていく感じになっちゃって、テンポを上げてもスピードが乗ってこないんですよ。で、どうしたらいいかというと、テンポを上げた後、頭を真下に突っ込みます。こう、顎を引くのではなくて、前にこう出す感じになります。このまま水平に前に出す感じですね。手が入ったら、垂直に真下に落とす感じになります。泳いでるときは、背骨のラインがこうなので、下なんですが、立ってるときは背骨のラインがこうなので、前に出す感じになります。でこの首を前に出す練習とかも泳ぐ前とかにしとくといいかなと思います、まあ、こういう変な動きをプールサイドでしてる人がいたら多分僕の動画見た人だなと思って、話しかけて友達になってもいいかもしれないですね、まあでもこういう風な動き、これをこうとこうでやっちゃうと良くないんですよ。こう前に出した後こう後ろに引きたい、こう後ろに引いて呼吸する感じです。こう顎を上げて呼吸すると上に上がってそのまま下に落ちてきちゃう、前に進みたいのに上に上がって下に落ちるって感じで、前にこう体重がちゃんと乗っていかなくなるので、この動きが結構大事です。この動きとこの動き、これこの辺をやっておくことでバタフライスムーズにパンパンパンってテンポを上げて、かつ体重が毎回乗ってるのでテンポを上げたことによって空回りじゃなくて毎回体重がちゃんと乗っていくようになります。なのでこの4つのポイント、この辺が守れてくると結構バタフライでスピードを上げやすい、しかもこうグンってちゃんと押し込んでちゃんと蹴ってって泳ぐわけじゃないので案外疲れないんですよ。この感じで泳げると、むしろ疲れちゃうってのは悪いんですよね。疲れちゃうってことはこういうのやってる、自分でやってないつもりでもやっちゃってるってことなので、疲れないで泳げてる時っていうのがむしろこれがこう全部できてると思ってもらっていいんじゃないかなと思います。という感じでこの4つのポイントを説明した状態でもう一度僕がバタフライ泳いでる動画を見てみたいと思います。はい、ここでスタートしてドルフィンを打ちます。ドルフィンに関してはドルフィンを解説した動画を見てもらえるといいんじゃないかなと思います。で頭の位置ですね。ずっと顔がこう下向きになってて、呼吸の時もあんまり前向きすぎてないと思います。あとは手の指先とかを見てもらって、手の指先にですね、泡がついてない状態で、ここでこうちょっと伸びて、泡をできるだけ切ってから描いている。まあでも結構テンポ早いので見えにくいと思うんですが、そうやって泳いでます。はい。あんな感じでですね、50メートル、回転を上げる、テンポを上げる。テンポを上げたことによってスピードが上がるようにするために、まあ入水とキャッチ、こう、手が入ってすぐ書くにならないように、ちょっと一瞬前に、本当に一瞬なんですけど、ちょっと伸びてから書くみたいな感じをしてあげること。と、あとは呼吸の時の頭の位置、こうとこうとかにならないように、こうとしてこう引き上げて、こうとしてこう引き上げてっていう動きをする。あとはフィニッシュの時に肩甲骨が使えてくるといいですね。ただ僕の今のあのペースであれだけ肩甲骨使えるようになるには結構な練習が必要なので、まずは
もっとゆっくりなペースの中でちゃんと肩甲骨同士を内転させて手を抜くっていう練習を繰り返していってもらって、で徐々にスピードを上げても肩甲骨がちゃんと内転してから手がパーンっていくようにっていう風にやってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価が更新の原動力になりますのでよろしくお願いします。あなたのお家をスタジオ K にしようみたいな感じのコンセプトでチャンネルメンバーシップというのをやっております。このメンバーになるっていうボタンが下の方にあるので、そこを押していただくといろんなコースが選べて、まあ僕と月1回テレビ電話とかを使ってパーソナルでオンラインのレッスンを月1回受けられるコースとか、あとは、まあ、僕に動画を、自分が泳いでる動画を僕に送ってもらって、それに対して僕がこうコメントをしていくみたいな、そういうコースとか、あとはメンバー限定の動画を見られるコースとか、そういうのもありますので、もし気になる方はですね、どんなのがあるのかなって言って下見ていただけると嬉しいです。では今回は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。